さて、今年は被爆70年にあたります。原爆で亡くなられた方々へ心から哀悼の意を捧げるとともに、核兵器のない世界の実現を願い、ここで純真女子高等学校音楽部の皆さんの歌声に耳を傾けたいと思います。曲目は今ここから、そして千羽鶴の2曲です。純真女子高等学校音楽部の皆さん、よろしくお願いいたします。Thank you.
ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。